鶴田さんと社協とのつながりでこうやってやる。世間一般ではやっぱり福祉ってこうあるべきだとかこうしなきゃいけないとかこれが福祉だみたいな感じで、いわゆるその綺麗なものでなきゃいけないとか、その何々でなきゃいけないというような固定が観念がすごい強い分野だというふうに思われがちなんですけども、でも実は福祉ってその人がこれが私の福祉ですと言えば福祉になるような分野だと思うんですよね。だから自分でその世界を作っていける分野だと僕は思うので、そこがやっぱり一番福祉の世界で働く上では魅力的なところなんじゃないかなとは思ってます。相手の学生のですよね、やっぱり立場に立って物事をしっかり考えられるというところですね。今の学生の理解力はこれぐらいではないかっていうところをまず前提として、そこからどういった言葉遣いをすれば、どういったことを話をすれば学生に一番伝わるのかというところをですね、しっかり掘り下げて事業展開をしていこう、まず実際そういうことをされていますので、やっぱり相手のことを考えて相手がどう感じるかっていうのをまず第一に、自分がどう話したいかっていうよりは相手の人がどう感じるかっていうのをまず考えて何でも話してくださって、とても分かりやすいですし、それは普段も他のいろんな人への接し方とかでも全く一緒の先生ですので、責任を押し付けずにフォローしてくださったりっていう、すごく優しいところが人のことを安心させるのかなと思います。例えば資格を取って単に雇われる、どこか施設に雇われたりとかするんではなくて、あなたたち自分たちも施設を作れる側の立場になれるんですよっていうような話をやっぱしますよ。だから、まあ、ちょっと大げさかもしれませんけど、夢を持たせるというか、その世間で言われているような給料が安いとか、ただ単に使い捨てのような感じで働くんではなくて、逆に皆さん方が自分たちで組織も作れる、作っていけるんですよというようなことも話をします。僕もそうですし、僕の家族がやっぱ福祉を受けた時に本当に心からこのサービスを受けてよかったというふうに思えるような、そういったサービスをしていただけるような人を育てていきたいな。ちゃんと自分の福祉はこうですよっていう風なのを持ってない人がやっぱ結構現場で働いているので、それが何であれ自分の福祉というものはこうですよということをしっかりと持っているような人たちをやっぱり育てていきたい。でそれがやっぱり自分が提供するサービスの良さにつながっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そういうことを持っている人たち。